さあつい先ほど試合が終わったばかり、セルティック中村俊輔の超速報です。今日もスタメン出場の中村、前半9分その中村はドリブルで2人をかわしてスルーパスを出しますが、惜しくもこれは合いません。崩してるね。36分今度は中村が起点となって裏へ抜け出したミラーがシュート、いい感じです。さらっとトラップしたよな。そして後半3分、左サイドマグギーディが狙いすましてシュート、セルティックが先制ゴールを挙げます。22分今度はフリーキックのチャンス、これを中村がゴール前へ、そしてボールは一旦こぼれて拾ったズラフスキがシュート、中村はゴールに絡むなど存在感を見せて勝利に貢献、チームは16試合連続負けなしです。